流山古墳にやってきました。流山古墳でございます。ここは墳丘を片方はね、石を拭いてあるのでね、これをね見に来るといいですよ。古墳ファンはね、わざわざ五色塚古墳まで行かんでもね、ここで見れますよ。これはい、これ北側だけやったかな。こういうふうにね、一応ずーっと吹いてあるんだよね。まあね、こんな感じで、埴輪も、円筒埴輪もいっぱいございますからね。これでね、看板で見れないからね。こんな感じで、反対側だけはね、流山古墳って何基もあんねんけどね、これ大きさやけどね、どれくらいだったかな、100メーターぐらいですかね。あ、105メーターですね、105メーターですよ。小ぶりなんでね。から八尾の潮音寺古墳かな、潮音寺山古墳やったかね、ここ見るかやね。迫力あるのはやっぱりね、五色塚が迫力あるけど、ね、大きいからね。あれも一回よく歩いたんだけどね、こんな感じでね、よくなるよね。これで105メートルほどしかないんでね、もうちょっとあれですけど、目視ではね、はい、ちょっと上がってみましょうか。ほぼ半分ぐらいはね、石拭いたんだけどね。あと半分はまあ昔回るそうですけどね、そのまま石を拭いてないんですけどね。だからこんだけやっぱり崩れるんですよね。こんな感じだったんやけどね、これで全くわからないでしょ、これ段がね。はい、ここから階段をずーっと上がっていきます、ね、おお、みんな並んでるね。片っぽはね、はい、片っぽはこれ何にもないですよね。ちょうどね、光の具合もいいぞ、太陽の具合も。なんかいつもね、正面に太陽がある時多いんでね、はい、これはちょっと歩きにくいな、この階段。これ歩きにくいな、これもうちょっと何とかしてくれたらいいのに。これ2段目、はい、でこれ墳場、古墳の方の墳場でございます。ほら、ここにも石棺がね、見えたたらしいけどね。なんでね、まあやっぱり小ぶりは小ぶりやね。ここにね、なんかあったよな。あの向こうにね、流山古墳の古墳があるんだけどね、ちょっとわからんな、初めては。ちょっとわかりませんね。じゃあ、こういうふうの方分かってみましょうか。初めての方はここを見てくれるとね、おもろいですよ。石も吹いてあるしね。馬見九郎後にはね、九郎公園にはおそらくね、どれぐらいのか、8つか8基か10基かぐらいあるんやけどね、ちょっと見れるのはね。あと見れないのは、あのもう埋葬されてますよ、分からないわ。もうこれでこれやったら奈良見えるな、どっちやな。あらあら、奈良がどっちかわからんぞ、俺。今、南、こっちが奈良なんだよな。これ、こういうふうのね、墳場でございます。
あ、これなんか似ような株山、似ような株山見えないな。山古墳も確認できへんねんな。それそうやろな、そこ。まあ重なってるんじゃ分からんけどね。ほんで、ということは、こっちが東側ということは、こっちが北側やろな。北側やろな、ね。これ丘陵公園。これは静か。まあ、見ても分からんな、これでは。橋墓ここやろな。だからもう奈良の方が全然見ないさ。昔から見え方がねえな。これが金剛山やね。金剛山桂木の実まだ定かに分からんけどね。はい、この後ろまで置いてる。歩き始めて1時間45分でございますよね。初めてからね。おお、高いね。分かってみたらこれ。これは大変ですわ。人の手でね、これ作るんやったらね。今なんかトラックで持ってきてね、クレーンで上げて簡単やけど、首上げなきゃからね、首までね、大変や。これで行くと、分からんか、左の方。分かりませんかな。あの横にある、あそこやろ、あの横にあるはずよね。流れの方がね、分かんな。じゃあ行ってみようか。ここはそうかもしれんな。何も書いてないけどね、これ。これでわからないね。バイブかわかりません。これでそうやろうか。何にも書いてないね。これそうかね。これバウンド2つ3つもあるんだけど、そういうこと。ああ、そこなんか、それでわかるかい。流山こう。OK。こういう感じ。うわぁ、これよう見えるよ、これ。流れ用この12番どれで、どれでございましょう、12番。あれ分からへん。12番。流れ用この。あ、2号分か。流れ用東1号分。流山古墳1号墳。こんな用だったんかね。30個もあんの。ということやな。29はこれが須山根性だね。はい。ほんでこれが流山古墳ってこと。22番。いや、これはよし。で、21番、どれだ、あれが、あれか。あれがそうかや。あれが流れ山古墳かやね。はいはい。うん、そういうことね。な、これはどこやだ、これ。あ、これが、そういうことね。なかなかた。これが流れ山古墳。ああ、じゃあ、滑り山古墳や。倉塚古墳や。で、これが一本松古墳。そういうことね。で、あれが乙女山古墳。乙女山古墳。ほんで、周りにいっぱいこう、ちっちゃいのがあるんだけどね。残ってないよな、あんな。池上古墳ね。ちょっと待ってや。
こんな起伏があったんだな、ここや。これ流れ山古墳でさ、三号墳。三号墳なかったっけ？こんないっぱいあるのかよ。でこれがずーっと上がってここへこうだね、ここにこうだね、ほらほらほらな、早いぞ。